はい、今日もね、やっていこうと思います。11月6日、今日の感想と明日の見どころということで、今日大統領選挙だったということで、NBA お休みでしたねと、そしてトランプ大統領が再選されてて、いやー、日本のマスコミ、それからアメリカのマスコミ、アメリカのエリート層の皆様、残念でした。涙目ざまーっていう。<laughs> トランプ嫌だろうね。ほんとトランプ嫌いだもんね、あの人たち。 俺はトランプを支持するとか支持しないんじゃなくてあのハリスとかいうやつとあと民主党のね、うん、大統領あんま好きじゃないからまあざまあって内心ちょっと思ってますと日本に政治がどれぐらい影響されるかはまあ多分メインチャンネルの方で語ると思うんでそっちでお願いしますと。 優勝後の表敬訪問も終止ですねと今日は、えー、とポジションランキングをお休みさせていただいて、えー、ネッツと OK シートジャズの保有するドラフト指名権の量を見ていきましょう。これ意外とね、あの説明しているチャンネルとかサイトとか長い,いと思うんで、これがニュージャージーネッツじゃなくてブルックリンネッツの保有する指名権ですと。 まず、一巡目指名権が4本。自前のやつと、ミルウォーキーノンプロテクション。これはあんま価値ない。で、ミルウォーキーのプロテクト1位から4位。これひょっとしたら、ガチタンクされたら、これプロテクトされるかもしれない。で、ここにはなんかよくわかんないのが、多分スワップかなんかなと思うんだけど、 で、二巡目指名権もまああると、で、えっ、ー、と、次の年は自前のだけ、で、二十七年は、えっと、フィラデルフィアと自前とニックス、ニックスノープロテクションですね。ありがとうございます、ミケル・ブリッジさん。君のこのドラフト指名権の貢献は忘れないよ、きっとっていう。 もう25番ね、えー、っと、あれしちゃおうよ、永久欠番という。今からしちゃおう。ヤニスとヨキッチ取れたら今からしちゃいましょう。で、28年ワニクストのスワップ券に、これフェニックスとか、えー、っと、フィラデルフィア何かだとよくわかんない。で、次に、えー、っと、28年スワップ券に、うんあ、これ、か、重なってる。 おこっちからだ。だから29年がまあいろいろあると。ネッツなやつがいっぱいあんなと。で、これが多分カイリーとのトレードで来たやつで、じゃあ数えていきましょう。間違えたらいけないね。ここから数えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7。ああ、これ、えー、っと、六7で合ってる。 で9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。ブルックリンのやつ、だいたい18個あるから、このうち多分トレードで使えるのって15個ぐらいかな。はい。次、OKC、OK、のやつ見ていきましょう。あ、ちなみにブルックリンの方の特徴としては、やっぱこのプロテクトが付いてないのが多いよね。うん。プロテクトってこの使命権になった時はもうこれ、あフィラデルフィア戻りますよとか、そういうやつね。 はい、次、OKC、OK、の方は、今年のドラフト指名権が自前のやつ。これ、クソほど価値がない。30位になると思いますね。で、ユタのプロテクティット1から10。これちょっと怪しいなで、マイアミプロテクティット1から14。これは、だからプレーオフに行ったら、これ、価値がなくなるんだよね。うん。 だから、マイアミの方にも帰ってこない。で、フィラデルフィアの1から6。これも、まあ、ないかなと。ということで、1、2、3、4、5。5枚も今年のがあります。この中で価値がありそうなのはちょっとないですね。と、ロサクリ・ヒューストン関係でも多分いらないと思う。で、5。えー、26年、1、2。で、7。で、27年が1、2、3。えー、デンバーからも取ってんだ。えー、3で、10。で、28。ちょっと待って。<laughs> もうこの段階で10なの えっと、ここが2つね。ダラストのやつ。で、29年が1、2。で、34。で、2030年が1。で、2031年が、だから今んとこ21か2かな。 えーと、だから、ネッツが18で、で、見ると、オクラホマが21持っている。ただ、プロテクトとかが多いから、ちょっとこれどうなのっていう。これなんだろう、ダラスとフィラデルフィアのどっちかでノンプロテクション。多分これ、順位が高い方とかそんなやつなんだろうな。あ、2巡目だから、これそんな価値ないと。はい。で、ユタジャズ、意外と持ってなかったんだねっていう。まず、クリーブランドとミネスタの1巡目締め権。これほどとんど勝ちないですね。うん。 で、2。で、次26年のミネスタは、えー、っと、クリーブランド。で、自前のやつで4。で、27年が1、2、3。えー、っと、レイクアースが1から4プロテクトこれ多分あんま意味ないと思うね。1、2、3、4。うん。えー、ちょっと待って、風邪忘れた。1、2、3、4。 ユタジャズは15でプロテクションかかったのはあんまあるようなないようなそんな意味のあるプロテクションではないなこれだから現状ネッツ18オ k ケシ21ユタが15でこの中で一番価値が高そうなのはどれですかってちょっと見ていきましょう まずミネスタ関係のはそんな価値ないよね。だって直近のやつだから直近もオールインしちゃってるから、アントマンがいる限りは勝つと思うんだよね。うーん。だとしたらこのジャズの使命権、一番価値高いのこれ自分のやつじゃねとかあ、自分のやつねえよ、ここ。25年。あ、自前の持ってないんだ、ジャズ。じゃあタンクしても意味ないよね。あ、だからマルカネは再契約して今年勝ちに行ってんだ。で、自前の持ってないよね。へー。 でサンダーは、まあ、タンクしてもいいんだけど、自前のあるから。まあ、タンクしてもいいんだけど、1位になっちゃうんだよねっていう。で、まあ、プロテクトがちょっとかかってるから、ここら辺はそんな価値はない。で、えっと、自前のもそんな価値はない。うーん、デンバーのやつ、これ、返してほしいのかな。で、この辺りのダラスになってくると、ひょっとしたらドンチッチがいなくなってタンクしてる可能性があるから、言うて、この辺りの OKC、OK、あんま価値ないんだよね。絶対、王朝気づいてるから。 ここの電波のやつは何なんだろうね。よくわかんないけど、中長々と文章書いてるけど、翻訳機かけろよって話ですね。そうですね。今思いました。ということは、熱がやっぱり一番価値があるのを持ってるのかなまず、このニックスのやつらでしょ。ニックス。うん、だって、うん、低迷してそうじゃないこの頃。 31年とか29年とか28年とか今オールインしちゃったからね今勝つかで未来はどうなるかわかんないけど今勝ってればひょっとしたら来てくれるかもっていう誰かでも今いるメンツがどんどん衰えていってそれでセカンドエプロンファーストエプロンで身動き取れなくてっていうケースもあってでまあだからこれ指名権本当に価値があるの揃えてきてんな熱 とい、まあ、うことで、今回はね、ネッツと OK シートジャーズの保有する指名権を見ていったんですけど、やっぱこれ、一番有利なネッツですね。まず、手始めにヤニスを取って、そして次に誰かを取る。で、やっぱりここで、バックスとネッツの指名権、また、うん、この2つだね。この2つをつけて、で、ここら辺適当に2枚つけておいて、4枚で処理する。で、残ったやつらのこのニックスのやつらを、デンバーに全部プレゼントして、 っていうのはありなのかなってないし、まあ他の選手でも多分取れるだろうから、だから今年ね、ジャズの一巡目指名権が、あ、じゃあ熱だ、これがね、どっかに行くか行かないかで本当変わってくる、一番びっくりしたのはやっぱジャズの一巡目指名権なかったの本当になかったのこれ。本当にないぞ。クリーブランドとミネスタの指名権なんか、これ多分30近いのにしかならないから、何の価値もないんだけど、おお、ジャズ、大変なことをしてますね、と。 ということで今回はね、使名権の保有権の状況を見ていきました。では。